画像大谷翔平、小学1年生の時になりたかったもの。普通の人にはなれなかったねー。夢叶えてるやん。鹿丸みたいやな。なれなかったねー。カービィソード、あ。カービィかわいい。カービィやんけ。人生そんな甘くねえんだよ。叶わなかったね。野球。質問の口調が戦場カメラマンやねん。最強の野球の選手になった模様。カービィ、あ。アクタージュやタフじゃなくてワンピースかよ。夢叶えた段階で普通の人にはなれない定期。カービィとか好きそう。普通ってなんだ？カービィ、あ。社会の厳しさ教えられててくさ。野球選手と普通の人は両立せんやろ。なれんかったな。大谷は自分のこと普通だと思ってそう。ちょっとくさ。野球の選手と思ったら一応湯があるな。カービィ。叶わなかったねー。カービィ来たー。やっぱカービィ書くやつに普通のやつはおらんのやな。悲しきモンスター。大谷、お前船乗れ。この頃から野球やってたんか、そら天下取りますわ。お前はスターになったで。カービィかわよ。野球の戦士、小一の夢叶えてる時点ですごい。普通の人になれなかったねー。わい普通の人、高みの見物。無敵の人やん。ナチュ聞くやめろ。ちな子供の頃の大谷、野球選手になってしまったんやな。普通の人のハードル高い。これ、ワイはウルトラマンとか言ってたわ。小学生の時から山口百恵みたいな存在やったんか。ギフテッド定期。大谷って人生何周目なんやろ。このチャンネルでは何 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。